浪監督、試合後の談話、ようやく攻撃陣について、追いつけたところ、そこは良かった。良かったところは出た。オースティンに打たれた場面、初球打たれたところは、ちょっと考えないといけないな。11回、龍宮が牽制タッチアウト、気持ちはわかるんだけれどな。反省すべきところをしっかり反省して明日に活かしていきたい。3連勝したと思ったら3連敗しそうだな。いつものことだけど、何考えてあの飛び出しになったか。4失点以上すると、必ず勝てないのが今日の試合でも継続された。明日の松木平に期待。今シーズン1悔しい試合。2ベースで龍宮見直したけど、牽制しで強ざめした。絶対してはならない場面でしたね。龍宮はこういうミスが多い気がする。あんな走塁をするような選手はさすがに試合に出そうと思ってくれないだろう。ベンチも悪いし選手も悪いところがある今シーズンとクラスのクソ試合。久しぶりに5点追いついたと思ったけど後が続かない。よく3点以上取れて打つ方も活発になってきている。でもミスはダメだよ。今季最低の試合を更新し続けるのやめてくれ。龍宮には期待してたけど、これでは2軍は落とされても仕方ない。ただこれでまた1割台の下位打線を見せられるのも勘弁してほしい。8連戦の最初がこれなの幸先が悪すぎるやろ。今日は走塁ミスが選手にもコーチにも山ほど。あんな延長の虫に塁でアウトになるやつおるんかいな。ミスして負ける。負けるときはそんなもの。打線はいつもに比べればよくやったとは思う。龍宮はいつも空回りしてる感じ。せっかく塁に出たのにお粗末すぎる。これから伸びしろあるかもしれんけど、チャンスをものにできないと使いづらい。とりあえずお疲れ様でした。明日以降の試合に期待しましょう。